ライダーに擬態できた怪人カメレオンファントマ、仮面ライダー X 第29話に登場。フランスで名を轟かせた犯罪の天才怪盗ファントマの化身にカメレオンを掛け合わせた怪人。カメレオン特有の保護色を使って風景に溶け込んで隠密行動を遂行できるほか、この能力を応用して他人に化けることも可能。また長く伸びる舌は鞭のような武器になり、相手の首を締め付ける攻撃なども得意としました。劇中では9つに分割された RS 装置の1つを奪取するため、 ABC 通信の記者や立花東米になりすまし暗躍。X ライダーとの交戦時は得意の透明化能力を見切られたため、まさかの X ライダーに化け心理的な揺さぶりをかけるも、能力まではコピーできず真空地獄車を受け敗北。優秀な能力でしたが、鏡に本体が映ってしまう点など弱点の方が強く、あと一手間加えてほしい怪人でした。ですが一般怪人ながら偽ライダー枠も兼任し、 X キックの打ち合いなど胸熱な展開も披露した優秀な怪人でもありました。頭は悪いけど。